なんか壁の反対に PMC いるんですけど。あ、これやばい。えぐい、取り切ったって。マジなんて言ってんの。マジで無限についてくるって。マジなんてワイプ前になるとこんなヤバいやつばっかになるんや。うわうわ。マジでなんなん、頭おかしいって。怖いんで逃げます。ってことで、どもどもこんにちは、私です。前回次はワイプ後になると言いましたが、全然ワイプ来ないので、それまでの準備運動に PVP します。今アイテムが1箇所に集まるイベント来てるよな。そうそう、だからラボも人多いんじゃないかなって思ってね。ってことで、武器はとりあえず M4。 一番長いバレルだな。ラボは覗いて戦うより腰打ちで打ち合った方が勝てるからね。てかここうざすぎる。まあ今サプレッサーが売り切れてたから反動重視にしたってのもあるけど。まあリコイルエリートだしほぼ変わらん気もするけどな。まあね、M4 なんてしゃがまなくても無反動レベル。次のシーズンリコイルスキル上げやすくなると嬉しいんだけどな。ワイマイ付近で銃声だな。まあとりあえず階段まで行けば打ち合えると思う。あ、そこは木の人が戦ってるのかな。うん、足音聞こえんな。まあ階段まで行くか。ふわ、マジでびっくりしたわ。僕の円卓付近を撃って様子見してたのかもな。確かに、グレなってるし円卓のアイテム漁ってて襲われて動けない感じかな。それで下から足音聞きながら詰めよう。運動詰めようか。普通に待たれてたら負けるし。グレ入れて動かしてみようかな。あ、マジか、動かない感じね。うん、伏せてそう。レッド階段から詰めた方が良さそうだな。だね、柱とか遮蔽にしながら詰めよう。見えないな。奥にはいない。そこか。うわうわうわ。おらー、オッケー。あとは玉の人。詰めては来てない。なら階段まで逃げたい。オッケー、これならレッド階段まで引けそう。多分キッチン方面からの射撃だったから勝ち合いそうだな。でも下の足音は聞こえにくいから不意打ちできるかも。あ、でも40連打し弾込めないとやばい。あ、悠長にしてたら詰めてきた。おらー、やっぱ外した。うわ、グダグダ。ちょっとタルコフにぶってるな。回ってくるかな。うん、これさすがに詰めては来ないか。うん、とりあえず息はいいから回復して誘う。お、ようやく来るか。振り壁だけど飛び出す。オッケー。ある程度足音を聞き合ってる。こういう打ち合い得意だな。そうだね、ラボはこういうちゃんと動いてくれる人が多いから、単純な立ち回りじゃなくて駆け引きができるからいいよね。まあ打ち合いの強さがほとんど勝ち負け決めるけど。それじゃさっきからドンパチしてるあっち向かおう。お、ここか。マジでラボ位置がわかりにくい。あ、めっちゃいいタイミング。あれ、なんかすごいいいところだけ奪えたな。マジか、普通にパーティーが戦ってたから普通に打ち合いたかった。まあ腕直してサクッと漁って次行こう。これは私じゃないね。この人は私。あ、最後の勝った人をタイミングよくやったのか。まあ装備美味しいしいいじゃないか。正直装備なんかより PVP したかった。私ドックタグ1000枚
ないくらいあるからイベントでお金はめっちゃある。まあそれはそうだけどな。分の装備だと整備時間かかるね。ワイプ直前だし取らなくてもいいんだろうけど、これをしないとタルコフとは言えない気がして漁っちゃう。よし、それじゃ帰ろう。うん、やっぱこのアイテムいっぱいあるインベントに眺めるの好き。これがワイプ直後だったらいいんだけどな。そうだね、まあ来期は序盤からラボ行こうと思ってるから。あ、でもストリートオブタルコフの中に入り口変わるんだって。そうだったら大変そうだな。そういえばトズのイベント、あれ使おうと思ったんですけど、マジで精度悪いし、1発目以降7割くらいでジャムるし。と、こんな感じでダメでした。ちなみにラボも試したけど、普通にチーターにやられてないました。なんか堂々としすぎてて一周回ってすがすがしいほどのやられ方だよね。確かイベント弾薬1発3万のやつと1発50万のやつがあったよな。爆発するやつが50万するんだよね。精度悪くて当たらないけど。当たらないし、そもそも打てないしで私には無理でした。あれ、もう一つスラグ弾あったよな。あ、あれほぼほぼ足とか。338の FMJ と同じ性能だから使う意味はないね。5アーマーですらワンパン確率だからね。それなら爆発するやつで運営した方がイベント楽しめそう。てか敵どこ？なんか全然見当たらないんだけど。あ、なんか円卓にいるじゃん。ブラック側脇だったのかもな。すれ違ったのかな。気づいてない。あ、微妙に打ちにくいな。そこだ。なんかよく見えなかったけど多分やれてないね。優柔不断が出たな。ああいう場面打つのためらってしまうから気をつけないとな。うん、てか音すごい変な感じ。これどこから来るかな。相手二人が沈めるの難しい。あれ、部屋中だと思ってるのか。あ、後ろの通路から来そうだね。もっと奥でロックしてるのかな。なんかイングレ構えてそう。フェイントには反応しないな。あれ、これでもう動かないか。じゃあこれでどうだ。あ、イングレじゃなくて GL だったな。新幹作動距離長いやつだったみたい。短いやつだったら死んでたね。これ詰めてきそう。グレ結構投げてきてるな。これが爆発したら私も前に出よう。もう一人来る。しゃ、一瞬二人目バステオンかと思ったけど違ったみたい。バステオン追加走行あったら BP じゃ貫通できないからな。でもやっぱり MK いいね。かっこいいし安定してる。それじゃサクッとあさって次。よし、レーダーに絡まれたけど無事帰れそう。6アーマー美味しい美味しい。それじゃあここからはペースアップしていこう。うわうわ、それバレてるのか。すごい歩きだな。あ、詰めてきた。お？やれたのか、いいね。地下に逃げたのでグレ投げて突撃します。あれ？
りか。あ、電池切れた。ですよね。向こうの階段で撃ち合ってるね。そこか。あつな。もう一人いるな。ここ草で見にくいから気をつけないと。あと左からの漁夫もね。うわうわ、そんなとこいたのか。だが左壁で撃ち合えるな。さすがに引いたか。階段まで行ったかな。それなら下から回って詰めよう。最初倒した人の近くか。それならこのまま強気に詰め。おらー、オッケー。さすがに反応遅れるよね。やっぱり下に下がってから一気に詰める動き刺さりやすいな。やっぱりラボは動き回って倒さなきゃね。こういう戦いが私大好きなんですよね。ってことで向こうで戦ってるボイシ私も入れてもらおう。うお、そこで戦ってるのか。さすがに倒せてないだろうけど、私が行くまで待つんだ。あ、やっぱり今回は上から行こう。さすがに下からだと奇襲しにくそう。なんか階段いそうだね。やっぱりいた。おらー、やばい、やりきれない。うおー、避けろー。おらー、たまないのは知ってるぞ。そこか。オッケー、次は下だ。と、その前に落ち着いて残弾確認。全然ないな。いや、とりあえず圧をかけに。左か。今のレーザー弧は、貫通してきてただけか。動かないなら一瞬弾込め。よし、プランは思いついた。グレ入れて突撃。それはノープランと言わないか。大丈夫大丈夫、敵も消耗してるはず。よし、あ、これ来そう。ここは決め打ち。ふえ、私頭に入れなかった。入ってた気がするな。ちゃんとヘッドライン置いて決め打ちしてたし、入ったと思ったんだけど、ここで一瞬ためらっちゃったからな。ギリギリ当たってないな。マジか、追加走行に弾かれたと思ったけど、マジでギリギリ当たってない。やっぱりためらわずに決め打ちはするもんだね。まあ悔しいけど今回はここまで。今回から表情増えたけど、どうだったかな。よければ感想をお願いします。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。また次の動画でー。